そうですよ。やることない人とか、もう、例えば、何回やっても、ステータスが上がらない人はやらなくていいと思ってる。あと、イベントとか全部こなしてる人は。まあ、日々の、ちょっとやるべきことだけやって、休んででいい期間だから。うん。俺みたいに、やることがたくさんあるっていうか、まだイベント終わってないから、こういうふうに、やらなきゃいけない人以外は、休んでるべきで、明日金龍とか出るだろうし、中頃かし、終わりの頃に多分2章が出てくるから、その時にやっていいと思う。うん。ああ。そう。お正月だからね、休んでていいと思うよ。これはまあテレビ見ながらぼーっとしながらやってるでやってるで、ポチッと押せばいいだけだからね。うん。まあ、気分転換にいろんなとこ行きながら。お正月のだるま10個が辛かったけど。